皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日の動画はバックパック一つで行く東キャンプソロ装備の紹介です。まずはバックパックはマーディングトップの50リットルになります。見た目、容量、拡張性、どれをとってもよくできていて愛用しています。生地には耐水性のあるポリエステルが使われていて、摩擦に強く耐久性や通気性にも優れています。重さは約 1.5 キロで、背面のループには革手袋やランタンを吊り下げています。バックパック底面にはマットをくくっています。取り出し口も大きくて、ここから簡単に中のものを取り出すことができます。上の取り出し口は雨が降っても濡れない構造になっていて、上部の調整ベルトを引き上げるとより多くの荷物を入れることができます。マーディングトップのバックパックの特徴は実用性と拡張性ですが、私はこの武骨なかっこよさに惹かれて購入しました。後ろはこんな感じになります。腰ベルトもしっかりしているので、結構重たい荷物入れても疲れることなく荷物を運ぶことができます。こちらはスームルームのクローズドセルマットになります。サイズは長さ183センチ、幅55センチ、厚みが18ミリになります。成人男性でも十分な大きさです。表面にはアルミ加工がされているので、体からの熱を反射して保温力がアップしています。厚みも18ミリもあるので、硬い地面でも快適に寝ることができます。こちらはウォーターバッグ5リットルになります。ソフトタイプになるので、帰りは中身を抜いて折りたたんでコンパクトにできるのが便利ですよね。私がよく行くキャンプ場では水道が出ないところもよくあるので、洗い物、飲み水、料理を考えると4リットルぐらいは持ってっています。こちらの袋にはまな板が入っています。こちらは切った食材を置いておくためのまな板になります。こちらはワークマンで買った小物入れです。私はこれをゴミ箱として使っています。ビニール袋にゴミを入れてそのまま地面に置いていると虫が寄ってくるんですよね。なのでこの小物入れにビニール袋を入れて、その中にゴミを入れるようにしています。あとこちらはカトラリーセットですね。ご飯を食べた後に食器を拭くためのウェットティッシュやタオル、あとはナイフやフォーク、スプーン、箸などが入っています。こちらは料理の時に使うスノーピークのペティナイフになります。スノーピークのペティナイフ、切れ味もいいですし、ナイフの形状もとっても使いやすいです。続いてこちらはモーラナイフガーバーグブラックブレードサバイバルキットになります。刃の素材は切れ味が良く、メンテナンスのしやすいカーボンスチールでできていて、錆びにくい DLC コーティングがされています。さらにはファイヤースターターとシャープナーがついていて、 3.2 ミリ厚のフルタンクモデルになります。こちらのナイフ一つで薪割りをしてフェザースティックを作って火起こしまでできるので超便利です。 DLC コーティングのブラックブレードがかっこよすぎて購入しました。こちらのランタンはキャプテンスタックのミニランタンになります。ランタンって私は火を見て楽しむものだと思っているので、ミニサイズで十分だと思います。続いてこちらの袋にはキッチンペーパーや今日使うためのクッカー類が入っています。こちらは携帯浄水器プラティパスになります。キャンプで使うのは今回初めてなんですが、これと川や沢があれば水を持ってこなくても現地で水を調達できるのが最大のメリットになります。使い方はとっても簡単で、容器に水を入れて蓋をするだけです。
これで冷たくて美味しい水を清潔に飲むことができます。プラティバスのいいところは水の勢いがいいんですよ。これ見てください、結構いい勢いで出てきますよね。こちらは私がいつも愛用しているキャプテンスタックの16センチのフライパンになります。フッ素樹脂加工がされているので焦げ付かないっていうのが一番の特徴です。こちらはキャプテンスタックのシェラカップと100均で買ってきたザルとシェラカップになります。あとこちらも私がキャンプの時には必ず持っていくキャプテンスタックのステンレスラーメンクッカー 570ml になります。このサイズ感がちょうどいいんですよ。こちらもキャプテンスタックのシングルバーナになります。コンパクトなのに五徳がしっかりしていて、小さめのシェラカップなどを置いても滑り落ちることが少ないのが特徴になります。こうやって見ると私キャプテンスタックの商品めっちゃ持ってますね。ちなみにカトラリーのフォークやナイフ、箸やしゃもじもキャプテンスタックです。キャプテンスタックは低価格高品質というのももちろんあるんですが、私の地元新潟のメーカーなのでそういうところも応援したくなりますよね。続いてこちらの袋の中には今日の調味料が入っています。今日はですね3品作ろうと思ってるんで調味料結構入っています。キャンプの時はこういう細かい荷物をまとめられる巾着袋があるととっても便利ですよね。続いてこちらの中にはウェットティッシュ、洗剤、スポンジが入っています。こちらは LED ランタンになります。今日はデイキャンプなのでライトは必要ないんですが、こちらはモバイルバッテリーにもなるので持ってきました。あとこちらは虫除けのハッカーブラになります。こちらは夏場につけるとヒヤッとして気持ちがいいんですよ。こちらは外のマイクロトーチになります。ガスを補充することができるので、一応経済的かなと思ってこちらを購入しました。デメリットは真冬に火がつきにくいことです。ポケットなどに入れてマイクロトーチを温めておけばすぐにつくんですが、冷たいと結構つきにくいですね。こちらはスキットルになります。普通はお酒とかを入れるものなんですが、私はお酒が飲めないんで、これにランタンの燃料を入れています。こちらはアマゾンで300円ぐらいで売られていました。こちらはファーストエイドキットになります。キャンプってナイフを使ったり火を使ったり虫がいたり、意外に怪我をする時があるんですよ。念のため毎回持ってきています。こちらはホームセンターで買ってきた木工用のノコギリになります。長さが短くてコンパクトになるので購入しました。こちらで薪を適度な長さに切ったり、ランタンフックを作るために落ちている木を切ったりしています。こちらは自在金具とカラビナがついたパラコードになります。こちらはバックパックを木に吊るすために使います。
の太さに合わせて自在金具で調整します。これがあるだけでテントがかなり広く使えますし、バックパックも土とかで汚くならないんで超便利です。あとはバックパックを木にかけてるとちょっとこなれた感があっていいですよね。続いてこちらはフィールドホッパーもどきになります。フォックスステイルというメーカーが出しているんですが、フィールドホッパーと大きさ、重さ、性能はほぼ一緒です。価格がこちらの方が3分の2くらいで買えるのかな。フィールドホッパーはテーブルを持ち上げるとちょっと歪んでしまうんですけれども、こちらのフォックステイルはそれがないんで、私はフィールドホッパーよりもこっちの方がいいんじゃないかなって思っています。続いてこちらはペグハンマーになります。ペグハンマーは最初100均の金槌を使っていたんですけれども、やっぱりある程度重さがあるしっかりとしたペグハンマーじゃないと硬い地面の時に対応ができないことに気がつきました。あとはチタンペグが入っています。チタンペグは必要な本数プラス 2,3 本を持ってきているようにしています。相当硬い岩場のようなところでなければチタンペグでも十分に対応できます。こちらはダウンシェラフになります。ちょっと読み方がわからないんですけれども、クエザーって読むのかな。マミー型で羽毛量が 400g、 650fp で撥水加工がされています。快適温度は2度から16度なので3シーズンのダウンシェラフになります。このスペックで値段が確か9000円もしないんですよ。結構コスパはいいと思います。一応冬場でもインナーシェラフを入れて掛け布団をしてストーブさえ炊けば全然いけると思います。値段が安いダウンシェラフって匂いが気になる方結構いるかと思うんですけれども、これは全然匂いしないです。めちゃくちゃコンパクトになるし、これは結構いい買い物したなって思ってますね。こちらの保冷バッグには今日の食材が入っています。こちらはセリアで買ってきた風防になります。風防はだいたい1000円から1500円くらいはするんですが、セリアだったら100円で買うことができるんで超コスパいいですよね。こちらは東亜コーポレーションの革手袋になります。オイル加工がされているのでめちゃくちゃ柔らかいので愛用しています。こちらの強力磁石もセリアで買ってきたものになります。革手袋って使いたい時にすぐ手に届くところにあった方がいいですよね。なので私は基本腰回りにつけています。この磁石があると手袋を出す時も片付ける時もとっても便利です。最後はネイチャーハイクのドームテントになります。軽さ、丈夫さ、設置のしやすさを考えると徒歩キャンプにはこのテントがベストだと思います。重さは 1.6 キロで、耐水圧は 4000 ミリ、防水加工がされています。めちゃくちゃコンパクトになるので、いつか登山テント泊に使ってみたいと思っています。次回はキャンプの楽しみ方の動画を作ろうと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。これからもニンニクハンターチャンネルではキャンプ動画どんどん出していきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。